はいどうも、イズログのイズです。で、あとは、えー、今年の目標として DIY があります。で、あと DIY において、ちょっと必要なものを買い揃えてみました。まあ一応、結構僕も壊すタイプなんで、まあちょっとここら辺を、あの、重点的にやっていこうかなという感じです。まあ一応2020の目標として DIY があります。で、DIY とあと空き家の購入ですね。で、まああと、 空き家の購入において、えー、少し必要なものをちょっと自分に足していかなきゃなっていう感じで、まあ、英語もできるかな、まあ、結構やることは多いので、まあ、これ以上やることは増やさないっていうことを肝に応じて、えー、やっていこうかなって思いますであとは身の回りの修理そうなんですよねだからドアノブの修理とかこれを見てあの思いましたけどやっぱり業者だと1万円簡単に出ちゃうけど大体500600円でできるんですよ だから、あとは、水回りかな。ちょっとシェアハウスも、将来的には絶対やりたいんで。で、その時に、あの、トイレは、やっぱり二つ三つ欲しいっすよね。何人かで、あのー、暮らすなら。なので。まあ、あとはこっち。水回りの DIY。これは多分、Amazon の評価、上低いんですけど、まあ、全く初めての僕にとって、特にあの、洗濯機の排水のホースを、 あの、つけて水が持ったりっていうので、まあそのレベルの僕なので、まあそのレベルの僕にとってはなかなかお腹いっぱいな水回りのマニュアルって、特に水回り自分で直せると、でかいっすね。空き家とか、あと屋根の修理とかね、雨漏り修理できたら。だとしたらもう100万以下でも50万以下でも物件でもガツガツ買っていけるから、やっていこうかなという感じです。まあやっていこうかなではなく、まあやっていかなきゃいけない。 っていう感じです。感じだねで。あとはこの電子工作に関してはハンダ付けだね。ハンダ付けに関してもちょっと、あのー、やっていこうかなって感じです。このハンダ付けがあれば、あの、電気ポットとかケトルとかね、いろいろ直せるので、であとはあのスピーカーも直せたらいいなっていう感じで、えー、揃えました。で、まあ、前回の動画で、まあ、ギーマニにいた時かな、あの動画であの直したんだけれども、 直したじゃなくて、あの、作ったんだけども、まあ、作れなかったと。<laughs> 結構雑にやりすぎて、作れなかったと。いうことなので、はい、ドン。今回はこれに挑戦をしていきます。で、あとは、ハンダ付けのキットも買ってで、あとはこのハンダ付けとかができれば結構最強になれると思うんですよ。ええー、と、まあね。 あとはハンダ付け、家の DIY、えー、あとは英語。と、ちょっとワードプレスのテーマを自分で作るみたいな。できれば一,一通り僕は、僕なりに望んだことができる可能性を高めていけるので、まあそんな感じですかね。まあ、2020の DIY、これ以上やることは増やせないな。っていう感じで、まあぼちぼちやっていきますわ。